こんにちは、萌えです。今回はアクリル絵の具なんですが、最初はこうやって筆で普通に描いていって、仕上げにですねエアブラシを使ってリアルに仕上げていきたいと思います。最後の方にですね、エアブラシを使うので見てもらえたらと思います。で、今回使っているこの普通の筆で描く時のアクリル絵の具はこちらのアムステルダムとベーシックス、リキテックスのベーシックスを使っています。これはですね、もう白黒だけなのでこの2色を使っています。で、描いているキャンバスはですね、今回は木の板に描いています。木の板にジェスを塗って描いているものです。で、今回はですねエアブラシを使うと言ったんですが、最初からエアブラシで、この部分もですねエアブラシで描いてもいいんですが、くっきりさせたいところは筆で描いた方がですねエッジが綺麗にできるので、とりあえず最初のこうベースとなる色はですね筆で描いていきます。で、これを全部エアブラシでやろうと思うと、エアブラシでもくっきりさせることもできるんですが、やっぱりこうスプレーなので噴射するのでですね、どうしてもこうエッジが普通の筆でパキッと描くよりはですねふんわりしてしまいます。なのでそれをグラデーションとか作りやすいんですけど、それを出すために、ふんわりした感じを出すためにエアブラシを使うので、今回はですねそれ目的なのでパキッとしたところは筆で描きます。で、エアブラシ使ったことない方はですねちょっと練習が必要かなと思うんですが、結構慣れてくると自分のちゃんとね描きたい部分、どういう表現したいかみたいなのが慣れてくるので、すごいね使いやすくなると思います。で、こうやってある程度、もちろんこの光沢とかですね影とかは入れていきます。で、使ってる筆はですね、私がよく使っているインターロンの筆になります。普通のインターロンの筆もですね、柔らかいのでこういうグラデーションには適してる感じです。で、今回描いているものもまあまあ細かいので、細い筆を使っています。で、これでですねもう全部、今まではこの仕上げもですねエアブラシとか使わずに筆で仕上げていたんですが、まあ、エアブラシも使えるようになったので、こういうちょっとそういうのに適しているもの、エアブラシの方が早いし綺麗にできるっていうものはこうメディアで混ぜてね、筆だけじゃなくていろいろ使って描くようにしてます。で、まあ、もちろん筆で同じように描けるとかですね、あまり時間も変わらないっていう場合は筆で描くことの方が多いです。あとはですね、私の持っているエアブラシは結構大きくてがっちりしたプロ用のやつなので、持ち運びはなかなかできないのでですね、外で描くときとかはなかなか難しいんです。はい、で、ここからエアブラシで足していくんですが、私の使っている今回使っている絵の具はですねこちらの、ホルベインのアクリリックインクを使っています。他の絵の具がですねアクリルなのでちょうどいいのでこれを使っています。これの白と黒を、調合してグレーを作ったり、白い部分真っ白を作ったり、影の部分は真っ黒で、やったりしてます。で、今はですね影の部分描いてるので黒いインクを使ってます。で、使っているこのエアブラシのこの先端の部分ですね、ペンの部分は、アネスト岩田のブラシを使ってます。で、コンプレッサーもアネスト岩田のものです。これもですね前に紹介しているのでそれも見てもらえたらと思います。ちなみにですねこれはセットで、全部セットにして6万円ぐらいでしたね。結構したんですけど、かなり使ってるので、しっかり使いたい人はですねもう最初からいいの買うのもいいかなと思います。で、コンプレッサーと別々になっているものじゃなくて一体化しているもの、なんかペットボトルぐらいの大きさのバッテリーがついてて、
そのまま書く、書けるやつ、持ち運びもできるしみたいなやつもあるんですけど、それだとですね1万円ぐらいであったりします。で、私はそれは使ったことがないので、まあ、比べるとですね多分違いはあると思うんですが、まあ、少ししか使わないとかちょっとやってみたいなっていう人とかはそういうのでもいいかなと思います。で、今回今ですね早送りにせずに見てもらってるんですが、練習をしっかりすればですね慣れてくるとこんな風にですねどれぐらいの強さでやればどれぐらいの太さになって濃さになってっていうのが分かってくるので結構使いやすいです。で、このグラデーションとかもですねもう綺麗にグラデーションになるので普通の筆で描くときよりですね断然早いので、こういうグラデーションがかなり必要なときはですねもうめちゃめちゃ使えます。で、ちなみに私のこの使っているエアブラシの部分はですね、ダブルアクションです。シングルアクション、ダブルアクションってあるんですが、この人差し指の、押さえる強さと引く力、引く具合によってですね、出るインクの量とスピードが変わります。なので押して下に押すことで、空気が出て手前に引くことでインクが出るんですけど、それをダブルアクションって言います。これを調節することで自分の出したい、線を描くんですけど、結構ね、まあ疲れるは疲れます。このずっと人差し指を動かしているので疲れますが、慣れてくるとですね結構自由自在に太いものとか細いものとか描けるようになります。で、私もまだまだなので練習が必要なんですが、ある程度の太さのものとかであればですね描けるようになりました。これも人差し指でこれをやってるんですが、これが銃のようにトリガーになっているものもあります。で、プロの方に聞いた時にですねどっちがいいかおすすめを聞いたんですが、もうそれはですね自分の好みだそうです。で、あとは一番最初に使ったものがやっぱ慣れるそうなので、最初にそっちをトリガーの方を使っていたら多分そっちの方が良くなるし、こっちの人差し指の方を使ってたら人差し指の方が良くなるしっていう感じでした。なので別にどちらでもいいそうです。まあ、使いやすさ、まあ疲れにくさはトリガーの方が疲れにくいのかなっていう気がするんですけど、それもですね自分の用途に合わせて、まあ、2個持ちできたらなとかちょっと使ってみたいなと思ってます。またそれももし手に入れたらですね、デビューもしたいと思います。で、こんな感じで白い部分のねハイライトもこんな感じで入れていってます。やっぱり白も筆で描くよりですねこのスプレーでやる方が、まあ、このアクリリックインクの濃度も濃いのですぐ真っ白にピカッとしてくれます。ただこれもですね私もまだまだ練習が足りないですが、だんだんできるようになってきたんですけど、ピンポイントでここに置きたいっていうのとかまっすぐな線とかそういうのがですね手がやっぱり浮いてるのでなかなかね難しい時もあります。なので慎重にやらないといけないですが断然早いのでですねお気に入りでめちゃめちゃ使ってます。はい、ということですね、今回はアネスト岩田のこのエアブラシを使っている様子を見てもらいました。こうやってですねエアブラシと普通の筆といろいろ混ぜて描くことでいろんなテクスチャーが出せるので、ぜひ皆さんもですね使う機会があれば試してみてください。ということでまた次の動画で、バイバイ。